Marduk, though he hasn't got his own name, Marduk, whom we may call Jesus Christ, and a woman from the planet Mars, got intermarried, and one day the Martian lady asked Jesus to come along to Mars with her. She said, Why don't you come to Mars? I will show you around Mars with me. Then Marduk, whom we may call Jesus Christ, said, Why not? Of course, I will. Thank you. Then Jesus and his lady went to Mars, and here in this video, I, Hiroshi Hayashi, show you with evidence what like the trip was. 私たちがイエスと呼ぶマルドゥックと火星からやってきた女性が結婚しました。で、その女性がある日イエスにこう言いました。火星へ私と一緒に来ない？火星を案内してあげるわ、と。それに答えて私たちがイエス・キリストと呼ぶマルドゥックがこう言いました。もちろん行きますよ。ありがとう、と。それでイエスと彼の夫人は火星へ行きましたが、私、林博士は証拠を添えて、それがどんな旅行であったかを皆さんにお見せします。広志林、浜松市ジャパン。というのが、とっても楽しいラブストーリーということになりますが、しかし、このラブストーリーは私の翻訳ミスによるものです。で、それをここで訂正しますが、大筋ではそれほど違わないと思いますので、その動画をこのまま皆さんにお届けします。Correction of my mistake. In this video, I explain that Marduk and Igigi married, which is however wrong.A mistake of my translation. Marduk and Igigi married with earthlings or humans, which is correct. この動画の中で、マルドゥックとイギギが結婚したと発言していますが、それは私の翻訳ミスです。マルドゥックとイギギは地球人と結婚したと、ゼケラシッチの本の中にはあります。もう一度その部分を確認しておきたいと思います。In the Eridu, Lumak as a workmaster, the Anunnak served. その後ですね。In the days of Lumak, did Marduk and Igigi with earthlings intermarry? 私はマルドックとイギギというふうに思いましたけども、with earthlings, つまり地球人と結婚したとあります。間違いを訂正します。Marduk, though he hasn't got his own name, Marduk, whom we may call Jesus Christ, and a woman from the planet Mars, got intermarried, and one day the Martian lady asked Jesus to come along to Mars with her. She said, Why don't you come to Mars? I will show you around Mars with me.Then Marduk, whom we may call Jesus Christ, said, Why not? Of course, I will. Thank you. Then Jesus and his lady went to Mars, and here in this video, I, Hiroshi Hayashi, show you with evidence what like the trip was. 私たちがイエスと呼ぶマルドゥックと火星からやってきた女性が結婚しました。で、その女性がある日イエスにこう言いました。火星へ私と一緒に来ない？火星を案内してあげるわ、と。それに答えて私たちがイエス・キリストと呼ぶマルドゥックがこう言いました。もちろん行きますよ。ありがとう、と。それでイエスと彼の夫人は
火星へ行きましたが、私林博士は証拠を添えて、それがどんな旅行であったかを皆さんにお見せします。広志林浜松スリージャパン。私は決してふざけているのではありません。この絵を見てください。向かって左側にいるのがマルドック、つまりイエス・キリスト、またの名をレオナルド・ダ・ヴィンチと言います。そして向かって右側にいるのが火星からやってきた火星人の夫人です。この二人は結婚しました。そしてこの左側の人物にひげをつけてみます。ひげをつけてみました。そして色を一度セピアカラーに落としてみます。右が皆さんご存知の人物です。この両者は全く同じです。皆さん自身の目で見て比較して判断してください。この両者は全く同じです。つまり向かって左側にいた人物はレオナルド・ダ・ヴィンチという名前でも呼ばれていました。言い換えると、私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家は存在すらしていませんでした。それはともかくも、左の人物にひげをつけたのがレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。左の人物、すなわちマルドック、私たちがイエス・キリストと呼ぶマルドックということになります。今日の物語はアメリカのエリア51から始まります。皆さんをエリア51へ案内します。アメリカ軍の中でも最重要の秘密基地です。エリア51です。このエリア51からナスカ高原に向かってラインを引きます。エリア51の中心部に点を取りました。そしてそのラインはナスカ高原の中でも最も長くて太い滑走路と一致します。この中心からナスカ高原に線を引くと、その線はこの矢印やや左上上方に示したところにやってきます。そしてこのラインはナスカ高原の中でも最も長大かつ太い滑走路と重なります。通称グランドクロスの縦線ということになります。寸分狂わず重なりますから、皆さんも一度試してください。が、なぜエリア51のラインがこのナスカ高原のこのラインと重なるかということですね。長さは10キロ以上、幅は20メートルから30メートルあります。で、私はこのラインをエリア51ラインと呼んでいます。つまりこのラインは正確にアメリカのエリア51の方向を向いているということになります。林博士のナスカ理論による証明です。が、なぜエリア51なのでしょうか。この青い丸で囲んだ部分がナスカ高原です。グランドクロスがかすかに見えます。このナスカ高原の周辺および北方パラカス周辺では縦長超等人間の頭蓋骨が300個以上見つかっています。縦長超等人間です。この縦長超等人間は火星からやってきたイギギと私林博士は判断しています。その証拠はゼカリア・シッチンの表した本の中の挿絵にありました。これがゼカリア・シッチンの表した本です。その中の1ページにこのような挿絵が載っていました。赤枠で囲った部分に注意してください。ゼカリア・シッチンはこの挿絵を指してですね、
中央に描かれているのは火星人であると説明しています。つまりイギギです。中央の人物、そして左の人物も頭が縦長に長い超等人間であるかのように見えます。ともかくも中央にいる人物に注意してください。ゼカリア出陳はイギギと説明しています。この人物はやはり頭が縦方向に異様に長いことがわかります。そして頬骨が出ています。パラカスで見つかっている超等人間の頭蓋骨、骨と比較してみてください。頭が上方に長く、そして頬のところで頬骨が左右に出っ張っています。全く同じです。イコール縦長超等人間はイギギであるということになります。つまり火星からやってきて地球に定住したネイティブテランス、地球在住型人間以外の知的生命体ということになります。なお言い忘れましたが、51という数字はユダヤのゲマトリア、つまり暗号によれば火星を意味します。火星を意味します。51は火星を意味します。だからエリア51、つまり火星人基地ということになります。こうしてエリア51とナスカ高原とつながり、そしてそのナスカ高原は火星人と深くつながります。最初の話に戻ります。火星人とダヴィンチ、その関係を示すのがモナリザです。モナリザの向かって左側の上に51という数字が隠し込んでありました。黄色い枠で囲った部分に注意してください。右に拡大し左右反転し明度を上げてみると、そこに51という数字が浮かび上がってきます。500年間この数字に誰も気がつきませんでした。51、すなわち11種ゲマトリアによれば火星を意味します。ですからモナリザの絵の背景には火星のパノラマ風景が描かれています。もう一枚のモナリザ、ヤングモナリザの絵の方から先に検証してみます。アイルワースのモナリザと言われている絵です。この絵の背景にも火星の大地の様子が、つまりパノラマ風景が描かれています。左がマーズ・スピルトが撮ってきた写真です。右がアイルワースのモナリザの絵の中に描かれている火星の風景です。左右を比較してみてください。明度を上げたり色を変えたりするようなことは一切していません。原画のままです。左の写真も原画のままです。つまり左が火星ですから右も火星です。その火星には岩石らしきものも写真のように正確に描かれています。注意深くご覧ください。こうしてダヴィンチと火星がつながりました。そしてモナリザです。モナリザの絵の背景にも火星の風景が描かれていました。もう一度ここが重要ですから繰り返しておきます。モナリザの向かって左側のこの中央部に51という数字が隠し込まれていました。51は11種ゲマトリアによれば火星を意味する暗号です。数字です。そしてその背景には火星の様子が描かれていました。上下反転し拡大してみますと、そこはまさしく火星の風景ということになります。ただしまだ火星に水がある頃の風景ということになります。色を比較してみてください。同じです。アイルワースのモナリザ、つまりヤングモナリザの絵の背景に描かれている風景と酷似しています。下がこれ写真です。右上も写真です。そこで
モナリザの絵を2枚くっつけ、中央部を抜き出し、そして上下反転してみます。注意深くご覧ください。するとその風景はそのまま火星の風景となります。道らしきものも遠くが細く手前に来れば来るほど太くなっています。矛盾がありません。そして手前にあるのは私は水面あるいは湖面あるいは海かもしれませんと判断しました。ぴったりと中央で絵が重なっている点にも注意してください。波も手前ほど大きく描かれているのがわかります。つまりこの風景は逆さまに描かれていたということになります。そしてその水面を例えば船が走るとどうなるか楽しいですね。下2枚がこれが実際の火星の様子を撮ってきた写真です。様子が酷似している点に注意してください。色も同じです。つまりモナリザの絵の背景には火星のパノラマ風景が描かれていたということになります。湖面を船が走っていますというのは私の付け足しです。つまりモナリザおよびヤングモナリザの絵の背景には火星の風景が描かれていたということになります。ではなぜレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家はこのような絵が描けたのでしょうか、イコールマルドックはなぜこのような絵が描けたのでしょうか、言うまでもなく彼の妻は火星人だったからです。となるともう一度ここで確認しておかねばならないことがあります。向かって左側の人物がレオナルド・ダ・ヴィンチなのか、あるいは本当にマルドックなのかということです。でもう一度この絵を見ていただきたいと思いますけども、右側にいる人物は異様に頭が長いと同時に指が大変長いということに注意してください。そして首の下には生命維持装置のようなものをつけています。つまりこのような装置なしではこの地球では日常的には生活できなかったということになります。首の下に注意してください。私林博氏はこれは生命維持装置であると判断しました。そしてその左に先ほど紹介しました私たちがイエス・キリストと呼ぶマルドック、またの名をレオナルド・ダ・ヴィンチという人物がにこやかに、まあ、話し込んでいるといいますか、嬉しそうに話している姿が描かれています。そしてその縦長超等人間の骨格はパラカスで見つかった超等人間の骨格と一致します。つまりここに描かれているのは火星からやってきた異議器、火星からやってきた縦長超等人間ということになります。で、ゼカリア出陳の本の一節を皆さんに証拠としてお見せいたします。タブレット8の最後の部分に次のようにあります。下から2行目です。 In the 18, Lou Mack as a workmaster the Anunnaki served. In the days of Lou Mack did Marduk and the Igigi with earthlings intermarry. エディンの町にアヌンナキの労働マスターとしてルー・マックが差し向けられた。そのルー・マックの時代にマルドックとイギギ、つまり地球人のイギギが国際宇宙間結婚をしたと。となるとこの一枚のスケッチが俄然光り始めます。左にいるのがマルドック、右にいるのが火星からやってきたイギギということになります。マルドック、またの名をラーと言います。神の中の神、ラーです。そのマルドックにひげをつけてみます。するとその顔は
そのまま私たちがレオナルド・ダ・ヴィンチと呼んでいるその人物の顔となります。比較してみてください。ここが今日の最も重要なポイントです。左がマルドゥック、そしてそのマルドゥックの顔にひげをつけてみると、その顔は寸分違わず、そのまま私たちがレオナルド・ダ・ヴィンチと呼んでいる人物の顔になります。細かいところを順に比較してみてください。皆さん自身の目で見てしっかりと確認してください。すなわち右の私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチなる人物の自画像は、これは架空の人物の自画像であるということにもなるわけです。左が神バルドゥックの自画像ということになります。もっとわかりやすく言えば、今から2000年以上も前のイエス・キリストと言われている人物の実像ということになります。その顔と右の人物の顔が一致するということです。で、結論ということになります。二人の男女が結婚しました。左が私たちがイエス・キリストと呼んでいるマルドゥックです。ルネサンスの時代においては、同じ人物を私たちはレオナルド・ダ・ヴィンチと呼んでいました。そして右が火星からやってきたイギギです。火星人の夫人です。嬉しそうに楽しそうにこの二人は談話しています。そして右のイギギが左のイエスにこう言いました。ねえ、あなた火星へ私と一緒に来ない？案内してあげるわ。するとイエスはこう答えました。もちろん行くよ。ありがとう。と、私にはそんな楽しそうな会話が聞こえてくるような気がします。いかがでしょうか。これが私の結論ということになりますが、決してふざけて言っているのではありません。皆さんにお見せしたのは事実です。現実的な事実です。では皆さん、バイ。Correction of my mistake. In this video, I explained that Marduk and Igigi married, which is however wrong, a mistake of my translation. Marduk and Igigi married withEarthlings or humans, which is correct. この動画の中でマルドゥックとイギギが結婚したと発言していますが、それは私の翻訳ミスです。マルドゥックとイギギは地球人と結婚したと、ゼケラシッチンの本の中にはあります。もう一度その部分を確認しておきたいと思います。 In the Eridu, Lumac as a workmasterThe Anunnaki served. その後ですね。 In the days of Lumac did Marduk and Igigi with earthlings intermarry. 私はマルドゥックとイギギというふうに思いましたけども、 with earthlings つまり地球人と結婚したとあります。間違いを訂正します。Thank you.
is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. No more let sins and sorrows grow, nor thorns infest the ground. He comes to make His blessings flow. For as the curse is bound, for as the curse is bound, for as the curse is bound. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders and wonders of His love. いつの日か君たち人間はこの事実を発見する時がやってくるだろう。この事実を知る時がやってくるだろう。いつの日か遠い遠い未来のこと、遥か先の遠い遠い未来のこと、君たちの子孫のそのまた子孫、さらにその子孫のそのまた子孫、その子孫がこの地球から離れ宇宙へ飛び出す時がやってくるだろう。その時君たち人間はこの事実を知るところとなるだろう。その時君たち人間はこの絵の中に51という数字を知るだろう。51、つまりユダヤの暗号では火星、火星を意味することを知るだろう。その時のためにこの絵の中に私は51という数字を書いておく。その時のためにこの絵の中に私は火星の風景を描いておく。遠い遠い太古の昔、火星にも大気があり水もあった。豊かな川が流れ湖もあった。白い雲の下には海もあった。緑の森にはうっそうと木が茂り、無数の動物たちが日々の命を営んでいた。それをこの絵の中に記録として残しておく。それを
この絵の中に君たちは知るところとなるだろう。つまりその時君たち人間がこの風景が火星の風景であることを知った時のこと、この風景が太古の昔の火星の風景であることを知った時のこと、君たち人間は私が何であったかを知るだろう、私が誰でどこから来たかを知るだろう、と同時に君たち人間は自分が何であるかを知るだろう、君たち人間は自分が誰でどこから来たかを知るだろう。君たち人間よ、君たち人間は私の息子であり娘なんだよ。それをいつか君たち人間は知るところとなるだろう。同時に君たち人間は神々の息子であり娘なんだよ。それを知るところとなるだろう。この絵、つまり君たちがモナリザと呼ぶところの絵、つまり火星マーズと永遠の神アイオン、二つの言葉を合わせ持った名前モナリザの絵の中に、君たち人間よ、君たち人間がこの事実を発見した時のこと、君たち人間よ、君たち人間がこの事実を知った時のこと、いつの日か遠い遠い未来のこと、遥か先の遠い遠い未来のこと、君たち人間はいつも一人ではなかったことを知るだろう。いつも私が君たち人間のそばにいたことを知るだろう。君たち人間はこれからもずっとずっと私の息子であり娘なんだよ。火星の永遠の神アイオンの名のもとに、君たち人間はこれからもずっとずっと私の息子であり娘なんだよ。